どうも、こんばんは、NM です。今回は、クールガシャと捜査官ガシャが同時に来てるので、早速、そこそこ溜まった石を使っていこうかと、思います。で、引くのはですね、今回、クールガシャ引こうと思ってます。捜査官ガシャ、まあ、欲しいものはあるんですけど、まあ、ちょっと言っとこうか。欲しいものって言ったら、やっぱり、銃像なんですよね。ずっと欲しいって言ってたんですけど、まあ、当たんなくて、まあこのハロウィン銃像もそうなんですけどね。こっちの56の刃10像欲しいですね。反射系のキャラが使いたいんですよね、僕は。で、まあ今回グールの方を引くんですけど、まあグールの方欲しいものはそこそこあって、まずこのひなみ。このひなみ欲しかったですね。めちゃめちゃ可愛い。で、次にまあこのひなみ。めちゃめちゃ可愛い。で、まあ一番欲しいのはタタラなんですよね、結局のところ。反射のキャラを使いたくて、まあ何回も言いますけど。反射のキャラが使いたくてですね。まあ、あとはリオぐらいかな。リオは、うかくすごいですよ。あの、カグネのデザイン。すごい惹かれるんで、あれに。あれが当たってほしいですね。まあ、こんなところかな。まあ、反射って言っても、錦はまあって感じですね。速度は多分、タタラの方が速いので、こっちの方が使ってて楽しいんじゃないかなと、僕は思いましたね。まあ、カグネモデルがこっちは実装されてるんでね。錦好きな人はどうぞ錦を願って引いてください。192個ということで、6連が6回じゃねえわ。6か。6ですね。合ってた。6ですね。6回引いていきましょう。まあ、赤眼会議当たってもいいんですけど、なんかもう今更感がちょっとすごいですよね。フレンドで死ぬほど使ったんでね、赤眼会議は。いきましょう。まあ、でも最後の最後で持っておきたいっていう気持ちもあるっちゃあるな。まあこんな UR のばっか話してるけど、当たんないから。どうせ UR 出ねえから。うわ、SSR プラスの袋、ナッツってお前2枚出んのかよ。あやとも2枚出るしさ。なんか、戻ってきたって感じだな。SSR プラスの袋めっちゃ夏いな。最初使ってましたよね、僕、よく。もう今いないんですけど、SR あやとめっちゃ出んじゃん。白菜は出るんだけど、黒菜がなんか1枚しか出なかった記憶なんで今までな。お !UR じゃん。いいっすね。悲しいな。悲しいな。素直に喜べないんだけど。おー、あやとか。いいっすね。スクショ撮ろうかな、じゃあ。びっくりした。ちょ、待って。スクショ撮ろうとしたらさ、俺の部屋のカーテンが壊れたんだけど。洗濯も干してるからな。カーテンがさ、急にぶち壊れたんだけど、カーテン、レールがさ、あと3回ですね。まあ、UR1 枚でも出ればいいんじゃないかな。おお、SSR プラスと SSR の入見さんが両方来ましたね。あと2回。タタラ欲しいな。反射系のキャラを上手くなりたいと言いつつ、反射系が出ないから、仕方なく、貫通ばっかでしたね、今まで。さあ、ラスト、来い。最後はこんな感じで。まあ良かったんじゃないでしょうか。まあ、いらないやつは売却して適当に何か覚醒させてまた動画で使おうと思います。というわけでお疲れ様でした。今回はグールガシャを引いてみました。ではまた次回実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。